ドSがここまでいいキャラになるとは思わなかったに対する反応集。ドSこんな可愛く仕上がって好き。普通に可愛い。今回で一気に好きになった、ぜひ生き残ってほしい。何でもするから出たな。今何でもって？この状態で維持できたら怪人か悪くなさすぎる。この子服装からして女子高生か女子中学生だからずっと無知で調教され続けてたんだぜ。無知だけくれ。ド S が妄想でド M になってる。甘い相手じゃノーチャンスだからユリに乗り換えるクレバーな判断。竜巻の足がモグ巻き並みになってない？修正前だと甘いに命乞いして殺されたんだっけ？やっぱド S いいな。このまま生存してほしいを食い込んだ尻もいかった。ド S こびすぎ。姉妹揃って履いてないん。吹雪は一応黒の上下の下着だ。ド S の落下地点は画廊かブサイクのところかブサイクだとエグい死に方しそうだな。今回のリメイク結構いいじゃん。ド M これ服従仕掛けてるのか笑える。というかほぼ新規絵だな、大変だろう。なんだかんだバングと画廊の掘り下げは嬉しい。ド S 可愛くはなったけどこれ怪人キャラとしては死んでないか。次の登場時には甘いか画廊かブサイクにやられて本当に死ぬ気がする。原作で甘いマスクが行方不明になってるからうまく繋げてこいつがかくまってたことにするんじゃない。ここまでやったらもう死なすことなさそうだし、このまま調教されて怪人側から離脱しそう。甘い怪人バレの時ちょっと出番ありそう。好きなように書いてる感があっていい。女怪人は助けていく感じになってるけど、童貞のガスにやられたトカゲ姉妹の片割れはコミックス化終わってるし復活は無理そうだな。でも残虐怪人なんだよね。ド S は甘いに惚れて心が人間に近づいたから顔も人間化してる。ポチまだ生きてたのか、埼玉にワンパンされたんじゃなかったのか。ただの犬だと思ってるからマジ殴りはしてなかったような。でもあの犬はバングボンブの甲が有殺剣で傷一つつかないほど硬いので手加減してると言っても相当な力で殴り飛ばしてるのは確か。ド S の美少女化計画か。前はもっと怖い顔だったのに、回復に使ったオロチの血がもともとあった傷まで修復してんじゃね。やっぱあれオロチの血で確定なんかな。前は口裂けてたのにな。復活した時に塞がったのかもしれない。新しい絵が見れるのは嬉しいけどキャラ的にはそこで死んだ方がいろいろらしいのが惜しい。この後また死なすならわざわざ復活させてキャラ掘り下げする意味がよくわからないし、心での当たりが重要なんじゃない。多分ワンの甘いマスク怪人編を村田版でやるならその時に再登場させる腹積もりなのではなかろうか。修正回だったけど吹雪とド S 好きだから満足度かなり高かったわ。ド M ちゃん可愛い。バングが怪人化の抑制には心が必要と考える皇帝のためにやったんかな。怪人が人間に戻せるとなると気軽にぶっ殺せないのでは。生まれつきと怪人化の見た目での区別は難しいな。埼玉は黒い星丸山ナコを見逃してる理由もそこか。雑魚怪人なら将来何があるからわからない。いやただめんどくさいだけだな。順調に謎に調教されてますねこれは。クリムゾンで見た。ド S の名が泣くぞ。ド M に改名や。感落ちしてます。本当にありがとうございました。弁は使われるだけじゃなく使う方でも怪人化しそう。怪人吹雪女王に人間に戻ってますやん。心が人間に近づいてるってことなのかな。バケモンが S すぎて怪人になった口なら甘いマスクにゾクゾクしちゃった時点で S 力が下がってしまったなんてことがありえなくもないな。ナチュラルに変われる側で妄想してる。ほんとだ、完全に飼い主になってもらおうとしてるやんけ。思う存分女体を描いてたな。それもほぼド S の女体会だったな。ここまでやってド S 死んだらさすがにへこむから絶対やめてほしいわ。早く続き読みたいけど M 悪かったので許す。吹雪に調教作用のある弁は相性良すぎる。吹雪は教会に戦闘用の弁作ってもらえ。ただのド S ちゃんとっても可愛い回だった。S の素質があるってことは M の素質もあるってことだから、普通にド M ちゃん可愛いんじゃが。修正っていうかほぼ一本新作だろこれ。サイコスとかも救済する必要があるしド S で伏線張ってるのかも。ド S の口の裂けた傷跡みたいのどんどん薄くなって美女になってる。怪人の人間化や無害化はちょっと希望があるな。口裂け設定が枷になるぐらい可愛くなっちゃってるじゃん。いいキャラに進化してるからますます死んでほしくなくなったなド S。ド S がこんないいキャラになるとは。ほわからめてるのが可愛い。ド S 生存ルート？まあエッチだから許すが。甘いマスクの正体踏まえていろいろ変えていくっぽいな。さすがキングだ。そんな昔の話修正されたところで違いがわからんのだが。まあクロちゃんがオロチ倒したと誤解するよりはキングの手柄にする方が自然だな。竜巻って他にヒーローにめっちゃ厳しいのにキングに対してはすごい評価甘いよね。自分が直接見てないだけで仕事はちゃんとしてるからな。甘い編がっつりやるためかな。生き返ったということはなんか役割あんのかな。
吹雪にリベンジマッチさせるんだろうな、一回やられてるから。吹雪にやられる役じゃない？サイコス戦削られた分の補填として。じゃあ結局死ぬのか残念。後の話と整合性取るなら吹雪もジジイズもろくにダメージ負わずに勝つんだよな、それとも後も連鎖的に修正すんのかね。原作の方で甘いマスクが正体バレした後ろ姿を消したけどド S がかくまってたとかにするんじゃないか。原作だとあのポジ女神メガネとかじゃなかったっけ。せやな、原作でメガネ女神どうなってたっけ。甘い2秒殺というか可愛くなってない。甘いマスク復活になんか絡むんじゃないの。今回修正されてない部分も多いね。随分早いなとは思ったけど、オロチをやったのはキング。これ笑ったキング伝説どんどん積み上がるな。黒光割と信頼されてんだなってシーンがキングになった。これだけ修正しまくるならヨロヨロ秘密基地に眠ってたオロチ2号3号にも出番が欲しいな。復活オロチの餌になって終了なんて悲しい。キング伝説のための修正か、前はハゲだって分かってたもんな。やっぱ埼玉強いな。じいさん二人には鞭当たらないだろうし、吹雪は前回も洗脳に耐えたからド S が前線できる目が見えない。でもじじい二人いたら瞬殺だし、どう理由づけるのか。今さらド S 一回らせて引き伸ばして誰が喜ぶんだよ。マジで村田がおっまるまる書きたいだけだろ。俺が喜ぶんだよ。俺も嬉しい。さらに言うと最終的に生存もしてほしいし、怪人化までの掘り下げも欲しい。俺の予想ではめっちゃ恥ずかしがり屋の良いところの霊場だったという展開だ。頭潰されても怪人の血を補給できれば復活するのね。ド S だけの特殊能力？怪人が甘いマスクに惚れる展開いる？ドズが甘いマスクの今後に影響を及ぼす役割果たすとかじゃなきゃ別に意味はないな。もともと死んでたキャラなんだし。なんだかんだじいちゃんズ好きだわ。ちょっと頭の弱い姪っ子の重りみたいな感覚なんだろうなって。展開変える意味あるのか。前の展開評判悪かったわけでもないのに、原作に合わせて甘い怪人バレの布石や力を与えてる神の存在とかの要素を入れようとしてるんじゃない？エマルモンスターは必要だからな。可愛い敵キャラは絶対に生き残るの法則。発動しろ発動しろ。いい表情だ。ジジイ二人いる時点でド S に勝ち目ないじゃん。ぎっくり腰持ちが食らえば拮抗に持ち込めるはず。ド S 生存ルートとか誰が予想できたか。むしろこれから吹雪に殺させるルートなのでは？と見せかけてポチの戦闘に巻き込まれるとか。ポチに食べられるところが見てみたい。俺は今生死不明の甘いマスクを助けるヒロインルートだと予想する。醜さを救う豚ちゃんと満たされない欲に付き添ってあげられる救務員みたいな構図になりそうだな。それお願いします。ヒーローの膝枕に安心しきったド S の寝顔に呆れながら、すべての怪人を許せなかった葛藤が寛解していくのを密かに感じる甘いみたいです。今までの怪人はどんな良いデザインでもあっさりやられてたのに、怪人協会の怪人だけ妙に優遇されてる気がする。吹雪と因縁があったから回収されて嬉しいド S はプリズナーとニャーンの時と同じくまた逃げそう墓地が乱入してきたとかで。これはちょっときついわ。ド S がエッチな体つきしてるからまだ耐えてるけど、ゲロブサイク大相当が復活して、いつまでも長々と暴れ回ってるのと同じ匂いを感じる。なんかフェニックス男の話の時に地底人たちがお互い殺し合って滅んでた的なこと言ってたけど、その真相ってもしかしてこれなの？と M ちゃん生き残って。